あ、こんにちは。アメリカ心臓外科医の北原です。あらゆる分野の専門家の方に話を聞くコーナーをしています。今回のゲストはアメリカで PA、フィジシャンアシスタントとして働いているノール・レイコさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。レイコさん、まず最初に自己紹介みたいなのを行ってもらってもよろしいですか？アメリカではフィジシャンアシスタントという仕事をしているノール・レイコです。今何年ぐらい PA をやられてるんですかね？14年です。あ、じゃあもうかなり、どこ、専門分野っていうのは。専門は救急医療専門です。なった時からずっと救急医療って感じですかね。あ、はい、そうです。実際具体的にどんな仕事内容を行ってるとかっていうのはあるんですか？あ、簡単に説明しますと、はい。患者さん見て、テストをオーラして、はそれで診断して、い。何を出せるとか、お薬処方するとか、まあ、はい。簡単に言えばそういう。ほとんど、例えば日本でいうところの研修医とかが、あるいは普通の救急の先生が、まあ、患者さんを見るのと、まあ、同じことをするってことですよね。はい、そうですね。でも、重病なんかの、患者さん来たら、やっぱり医者とコラボレーションして、一緒に患者さんの治療していくっていう形になります。なるほど。そこら辺の線引きってでもどうやって自分で判断されるわけですよね。この人は重そう症ですは。ね。おとといでしたっけね。はい。金曜日にちょうど私ともう一人、救急医療の先生と仕事してたんですけど、先生の方に脳卒中の疑いのあるせ、あの患者が来て、先生、それで忙しかった時に、ちょうど私の患者さんが心臓発作みたいな、心筋梗塞みたいな、来たんで、先生が忙しいから、これは自分で判断して、もう他に、なんていうんですかね、移送する病院に連絡したりとか、その時に心臓外科の先生と直接話したりっていうのはやりました。なるほじど。ゃ、状況によりけりですね。なるほ先ど。生がまず忙しくなかったら、心電図出てるよって言って話はできるんですけど、彼女がちょうどその時、脳卒中の患者さんの治療で忙しかったんで、自分で判断して、一応軽くこういう心電図出てるから、移送先の病院に電話するねって、それだけ。で、なるあほとど。自分で治療のオーダーとか、お薬のオーダーとか、自分でもうやりました。結構、それってすごくいいことだと思うんですよ。その自分たちがおのどこの各自判断して、それこそ重症例をこう、振り分けてとか、そういうのを、やれるっていうのはいいと思うんですけど、日本で同じことをやろうとすると、おそらく責任の所在とか、そういうのが結構問題になってくるんじゃないかなって思うんですよ。例えば、この人が重症か重症じゃないかっていうのを、誰がどう判断してどうしたのかっていうところの所在が明らかにならないっていうパターンが、例えばそれをやったのがフィジシャンなのか、フィジシャンアシスタントなのか、あるいはナースなのかっていうので、その部分がちょっと曖昧になってるというか、白黒ができないっていう。そういうことです、そういうことです。例えば、日本の病院で研修医が救急に運ばれてきて、共通の人が来て、病院に来たら、でも胸痛いの治っちゃったって言って、で、研修医は、じゃあこの人重症じゃないと思って返したら、その日の夜に、実は大動脈解離だって言って、で、死んじゃったってなった時に、上級医がその連絡を受けてなくって、研修医だけで判断したっていう場合、おそらく、なぜそれを伝えなかったんだとか、その判断のその境っていうところで結構問題になる。なんじゃないかと思うんですよ。で、それと同じことが起こりうるわけじゃないですか。そうそういうでとすころっね。て、どういうふうに例えば解決してるっていうか、そこをうまく、教育だったりとか、ガイドラインみたいなものに沿ってしっかり線引きをするのかもしれないですけど、そこら辺のところって何か感じるところとかってありますかね。そういう時はですね、必ずカルテの中に自分でこの先生と話したって、こういうふうなアドバイスもらったっていうのをちゃんと書いて、なるほで、ど。一緒に仕事してる先生からカルテのコーサインもらう前に一言書いてねって頼みます。なるほど。それは、私たちは必ず先生たちと一緒に仕事するっていうのが
ほとんど規則なんで、はい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 、話したからねとかって、そういうのはちゃんと。いや、必ず、まあ、その患者さんを独自で見て、診断して、診察して、その治療方針を決めても、それを一応、フィジシャンに、確認する作業みたいなのがあるってことなんですね。そうですね、一応、カルテの中に書いて、書いておいて、はい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 、この先生と話して、こういうふうなアドバイスを受けて、こういうふうな治療方法になるっていうふうな、うん、そして、私たちの方からも、はい、先生に、うん、サインするまでにカルテに一言お願いしますっていうことを伝えておくわけですね、うん、ちなみに PA っていうのはもう各科にいるんですか？ PA っていろんな種類があるってことなんですかね？そうですね、本当に専門家でいないところの PA はないと思います。じゃあほぼ外科から内科から全ての病棟に PA っていうのがいるっていうことですね。そうですね、大きな病院になればなるほど、うん、あとはいはいはい、ティーチングホスピタルとかになればなるほど PA はいると思います。日本には PA っていう職種がないんで、多分これ見てる番組の人は大体日本の視聴者なんで、うん、PA って何なんだろうってところから入ると思うんですけど、最近ようやく NP ってナースプラクティショナーが日本でもちょっとずつ注目を始めてきてるんですよ、いわゆる医師と看護師の間みたいな感じの仕事をする人たちが NP なんだなっていう感じなんですけど、はいはい、うん、PA ってまた新たに出てきて、PA と NP のその違いっていうのは何なんですかね？そうですね、NP っていうのはアメリカで言えば必ず看護師さんからなった人ですね、はい、で、PA は看護師じゃなくてもリクワイアメント、学校に入るリクワイアメントをこなして合格すればなれます、うん、必ずしも看護師のバックグラウンドなくてよしっていう感じです。逆にじゃあ看護学を知らなくてもいいってことなんですね。そうです、はい、やってることとしては結構かぶってくるんですかね？職種にもよると思うんですけど、はい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 、うん、私たちの仕事内容は多分フィジシャンの方に似てると思うんで、でも医療、救急医療やってる NP とかはもうほとんど同じことやりますし、クリティカルケアとかやってる NP も同じ。はい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 、なるほど、うん、まあだから方向、来る方向が違うってことですね。ちょっと違う、看護の方から来るのか、はい、まあその、はい、フィジシャン側に近い方からこう来るのか、同じその領域の仕事に対して、ね、ああなるほど、学歴がちょっと違うって感じです。ちなみに PA になりたいと思ったらどういう風な流れで PA になれるんですかね？そうですね、まず4年大学卒業して、はいはいはい、で生物学専門でもなくてもいいんですけど、はい、その PA のプログラムでリクワイアメントっていうのがあるんで、うん、500時間患者と接す何らかの形で医療に接しているとか、はい、解剖学4年大学で取って、うん、あと化学取って生物取って数学取ってって、そういうリクワイアメントがあるんで、それこなしたあとに卒業して、うん、そしてアメリカにある GRE っていう大学院専門の試験か、はい、こっちの MCAT 取って、それからPA の大学に、 PA の専門学医学大学院ですけどね、うん、そっちの方に応募してインタビューが来るとか、また落ちるとかって、そういう風になります。で、その後、はい、うん、でその後 PA のなプログラムに入ったら、はい、まあ、プログラムによってちょっと内容は違うんですけど、うん、1年最初の1年目の大ダクティックの時には薬学取ったり外科取ったり小児科、うん、取ったりとか専門学全部習って、うん、2年目にローテーションっていう形です。うん、なるほど。じゃあ、普通の一般大学をある程度そのいわゆる生物とかそういう、まあ基本的に必要とされているものを履修した上で卒業して、で、かつ、大学院みたいなのに2年間ですか、PA。そうですね、大体2年から2年半です。で、それが終わったら、各大学とか病院に、まあ、就職するっていう感じになるんですかね。PA の NCCPA っていうナショナルサーティフィケーションの認識のテストを受けて、それに合格したら職が探せるという。範囲めちゃくちゃ広いじゃないですか。例えば今救急やってますけど、はい、例えば外科もやったし内科もやったし小児科もやったしって全領域をカバーしてるわけですよね、その2年間で、はい、
はい、で試験ももちろんそれに準じた形で全部受けて、はい、そうです。結構大変ですね、その2年間でそれを全部網羅するっていうの。結構泣きました、はい。そうですよね。割と広い範囲を知らなくちゃいけないっていうことがあるだろうし。そうですね、多分ある PA プログラムでは1年間のダイダクティックを、はい、メディカルスクールとコンバインするっていうプログラムもありますし、結構で私たちの、はいはい、教えてる先生たちもやっぱ MD の先生がほとんどです。それだけ広く教わっても、例えば救急とかに行ったらもうそこのみじゃない、まあ僕らもそうですけどそこのみになる。あ、そうですね、はい、だから例えば僕らはよく外科の PA と接することが多いんですよ。例えば手術に入って手伝いしてくれるフィジシャンアシスタントっていっぱいいるんですけど、はい、そういう人たちももちろん最初は救急とか内科のことも学んでたってことですよね。そうです、はい、そうです。でその2年間のうちに自分の行きたい科を決めて、で就職するときにその科に応募か募集をかける、応募するみたいな感じですかね。そうですね、だいたいみんなローテーションやってる中でどの科に行きたいっていうのが多分出てきてると思うんで、卒業したらその科に仕事探すみたいな、うん、そういう感じ。じゃあまあ最速で24歳とかぐらいから就職するって感じなんですかね、6年間。そうですね、多分若くて23、24ぐらいだと思います。PA さんの給料ってどうなってるんですか、すごく気になるんですけど。結構いいって聞くんですよ。そうですね、多分専門家によりけりだと思います、はい、あ、科によって違うんですか。はい、で一番高い、お給料高いのは心臓外科 PA ですね。そうなんだ。はい、でその後多分何だったかな、その後多分皮膚科ダーマトロジー PA、はい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 、結構高くもらってる。へ、うん、あと脳神経科と脳神経科、あと救急医療、うん、で一番少ないのがファミリープラクティス、一般家庭科。そうすると例えばその給料が高いところが人気なんですか。人気であってもやれる人とやれない人がいると思う、科によって。ああ、その能力的な問題ですか、それともその体力的な問題ですか。両方だと思います。両方両方だと思います。それはもう本当にそのライフワークバランスじゃないけど、生活の、まあ、質とどれぐらいの給料を稼ぐかと、あとはまあ能力とっていうのによって変わってくるってことですかね。そうですね、あと家庭持ちの人とかはやっぱりファミリープラクティスとか、はいはいはい、そういう月曜から金曜までの仕事をコールなしの仕事とかって、そういう人もいると思うし、はい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 、うん、男性の方だったら整形外科の方をやりたいとかって、そういうのもあると思う。ちなみにその心臓外科の PA でどれぐらいもらえるんですか。その大体、はい、日本円にすると1500万から2000万ぐらいだと思います、はい、1年間で。結構もらってますね。そうですね、はい、なるほど。そうですね、でもそれは新卒じゃなくてですよね、うん、多分何年間かやってた後にそうなるって感じ。そうですね、だいたい新卒だと1000万とかそれくらいから始まって徐々に、はい、上に上がっていくっていう感じだと思います。なるほどなるほど、まあでもかなりいいお給料だしですよね。そうですね。なるほど。その現状、結構その例えば PA っていう職を、まあ、就職するにあたってなかなか就職難とかあったりするんですか、それとも割と今はもういくらでも入れるみたいな感じなのか。今はあんまりよく分からないんですけど、私が始めたことは、はい、割と簡単でしたね。それは少なかったからですかね、うん、PA 自体が。多分そうだと思います。プログラム自体も今に比べると少なかった、はい、と思います。ちなみに なぜ玲子さんは PA になろうと思ったんですか。最初先生みたいにフィジシャンになりたいと思ってたんですけど、はいはい、その時の生活と引っ越し数が多かったんで、うんうん、どうしてもメディカルスクールに行くのが無理だったんで、だったらもう短い道のりで PA になろうと思って、あと日本にない職業だったから、はい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 、日本にどうにかして伝えられたらなって。自分がやってってことですか。そうです。なるほど。
どうですか、実際今その伝えるっていうこと、なかなか日本で PA やるってすごい難しいと思うんですけど。そうですね、7年ぐらい前だったと思うんですけど、はいはい、日本の方から心臓外科の先生たちごめんいらっしゃって、こちらのエモリー大学の PA プログラムを2日研修されて、はい、あと全部資料とか持って帰ら、書類とか持って帰られて、うん、日本でもやってみようかなっていう先生たちがいらっしゃいましたね。日本心臓外科学会の先生たち。で、その年、その次の年に、日本にお呼ばれして、心臓外科学会で関西の方と九州の方とお話しさせていただいたことあるんですけれど、はい、うん、多分日本の方は医療学会の方がちょっと厳しいって、で前に先生がおっしゃったように、どこでどういうふうに白黒つけて PA の仕事を決めるんだって、どれだけやらせるんだっていうのが結構問題になってたって、あと研修医の先生たちからは俺たちの仕事がなくなるんじゃないかっていうバッシングされたって後で聞きました。それはまあそのありがちな、例えば若手外科医がチェストチューブを入れたいけど PA が入れるのか外科医が入れるのかっていうのでなんかちょっと、うん、まあ分からんでもないんですよね。それは今だったら僕はもう全然チェストチューブなんか入れてくれるって言ったらもう大喜びで、どうぞお願いしますって本当お願いしますって感じなんですけど、やっぱりやりたい盛りの時って必ずあって、そういう時って自分のその仕事を脅かす人をちょっと疎く思うというか、そういうのがあって、はいはい、あとどれをどこまでやらせるんだって、でどれだけの責任が医師に来るんだって、はい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 、はい、そういうことですよね。そうです。それで結構問題になってちょっと、はいはいはい、躊躇してるっていうのは聞きます。なるほど。まあそうですよね。本当は絶対にいたらいい仕事だと思うんですよ。患者さんにとっても医者にとっても。うん、ただ、そうですね、そういう考えとかがあったりとか、僕が一番驚いたのは、その結構シニアな外科医とかシニアな医者でも、PA さんが仕事が奪われちゃうと、自分のやる仕事がなくなるっていうふうに言ってる人がいるっていう話を聞いたときに、いやもう結構シニアな人は別にもう仕事しなくてもいいんじゃないかと思うんですけどなんでそんなに仕事をしたいのかなっていうふうなのは結構疑問に思ったりしたんですけど、誰かが自分の仕事やってくれるんだったらそんなになんか別のことすればいいのにって思うんですけどまあそれがなんか日本人らしいなっていう感じの雰囲気は あるかなと思ったんですけど。そうですね、シニアの先生だと、はい、PA と仕事するのに慣れてないと思うんですよ。ああ、はい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 、はいはいはい。今まで自分たち一人でやってきたのに、はいはいはい、何でこういうのが来るんだって。うんうんうん、この職業はなんだみたいな。受け入れるのが大変ですよね。うん、それが結構あったって。でも、まあ、若手の先生だと慣れてるって、うん、付き合いに慣れてるって、そういうのは聞きました。PA をやっていて、例えば医師 PA 官とか、あるいは PA と他のコメディカル官で、こういうことがあったから良かったとか、あるいは逆にその、こういうことで結構こう摩擦が起きるとか、そういうものってあるんですか、アメリカでも。ありますね。このコメディカルの間ではあんまりないんですけれども、はいはい、患者さんはよくPA が見てくれてよかったってなんでって聞くと、はい、医者のフィジシャンは時間がなくって自分と過ごしてくれないって言うんですよ。はい、で、あなたたちはもうちょっと話を聞いてくれるって。あとそれともありますし、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんとかになったりすると、はい、いや自分は絶対フィジシャンじゃなきゃ嫌だって、あんたたちに見てもらうの嫌だって。人もいますね。これはもう人それぞれだと思います。確かにそれはそうですね。まあ、価値観というか自分の思うことってのは多分あるわけですよね。きっとそこに。多分そうだと思います。まあそういう時は、はい、もうすぐじゃあ医者に頼むからっつってもうその部屋には入りません。なるほど、そういうことなんですね。例えば医者の指示のもとでたまに何かやるってことがあったりするときに。自分の思ってることと相手が思ってることの違いみたいなのが生じて、
で、それに、そこをどういうふうに打破するとかっていうのは、例えばあるとあるんですか？例えば、なんか変、めちゃくちゃ変なことを言ってるとか、自分が思ってると全然違うことをフィジシャンがしようとしてて、とかっていう時に、うん、そこの折り合いとかってどうやってつけるのかってあるんですかね。あ、そういう時はもうただそのままどうしてそういうことするのって聞きます。ああ、なるほど。 で自分はこういうふうに思ってるんだけどって言って、はい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 、はい、うん、話し合いをするってことですね。ディスカッションして、そうですね。でまあ、うん、向こうの意見を聞いてこっちの意見を言って、うん、じゃあまあこうしますかっていうふうにお互い折り合いをつけたところに落とすっていう感じ。そうですね。で、まあ、最終的には自分たちのカルテのサインをしてもらうのがフィジシャンなんで、はい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 、でやっぱりフィジシャンの方が私たちよりも頭もいい方もほとんどだし、経験もなさってる先生がほとんどだから、折り合い立たないようにやってます。でも例えば玲子さん14年間やってたら、もう1年目の救急の先生とかピラッと来た人とかよりも全然経験も知識もあるわけじゃないですか。あるところもありますね。そうですよね、うん、そういうところって難しいのかなって思ったりするんです、まあ、もちろんそれは医師と PA との関係性にもよるのかなと思うんですけど、多分関係性だと思います。1年目の先生でもやっぱり、ね、はい、フェロシップやってる方だと、はい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 、もちろん知識もたくさん新しいことを知ってるところもあったりとかして、そうですね、うん、そういうところを習っていきます。14年やってるから、その今後例えばアメリカでも PA 会でその、まあ、もっとこういうところを改善した方がいいんじゃないかっていうような問題点だったりとか、そういうのがあったりとかってするんですか、うん、こういうところがやっぱ今問題で改善すべきみたいな。一番問題っていうか、よくトピックに出されてるのが名前、うん、あのフィジシャンアシスタントっていう名前を変えようかって、はいはい、おお、それは どうしてですか。あの普通の患者さんたちに言わせてみれば、はい、フィジシャンアシスタントとメディカルアシスタントって間違いやすいって。ああ、メディカルアシスタントってのはいわゆるあの事務とかをする人ですかね。あの看護師さんのお手伝いをする。ああ、メディカルアシスタントっていうんだ。へえ、はいはい、それとよく間違えられるんで。なるほど。で、うん、それであの名前変えようかっていう、はい、あ、そういう理由なんですね。なんかあの患者さんにあの見下されるって言ったらあの言葉悪いんですけど、そういうされる、うん、え、なんでメディカルアシスタントにこういうことやらぬのって。なるほど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 、うん、あ、例えば問診とか話を聞きに行ったのに、いや、なんかなんでそんな話しなくちゃいけないんだみたいなことを言われちゃって、いやいや、でもフィジシャンアシスタントでこうこうこうだからって言うと、ああ、うん、そっかそっかみたいな、メディカルアシスタントと思ってたみたいなこと、ね、多分患者さんの、うん、知識の問題だと思うんですけど。ああ、うん、そうなんですね、なるほど、うん、あ、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんとかになれば、はい、あのフィジシャンアシスタントって聞いたことないから、ね、はい、ドクターズアシスタントとか言われると。でもそれは結構時間かかるっていうか大変なことですよね。で、あの名前変えるって。そうですね。一応、まあ、自分たち1969年から PA っていうのはあるんですけれども、はいはい、最近になって、ここ10年間でよく知られてるようになってるんじゃないかなって思います。玲子さんがその14年間 PA をやってて、まあ、PA が転職だと思うんですけれども、やってて、まあ、面白いこととか良かったことみたいなのって ありますかね、PA をやっていて。あ、やっぱり重病人の患者さんが来た時に、はい、これも何年か前になるんだけど、この方が心臓移植のリストに載ってらっしゃる患者さんで、はい、60いくつぐらいの男性だったんですけど、はい、クルーズに行った途端に下痢と嘔吐が始まって、4日間クルーズにいる間にほとんど飲まず食わずって、うんうん、でクルーズシップの医者のとこ行ったんだけど、点滴だけやってもらって4日間しのいで、お家に帰る途中に、はい、うちの病院に寄られたんですよ、うん、で彼のお家がまたカンザスとかどっかかなり遠いところだったんで、はいはい、もうこれ以上運転するのが無理だっていう形で、うん、うちの病院に明け方かな、いらっしゃったんですよね。で、結構色意識朦朧となされてて、で、
ずっと見てたら、カリウム、ポタシウムが7とかそんなもので、危ないですね、はい、うん、あのアキュートリーナルフェリアっていう日本語でよくわかんないんですけど、腎臓が悪くなってて、はいはい、で、あと メタボリックアシドーシス、代謝アシドーシスにもなってらっしゃって、はいはい、で、救急、あの ICU の方に入院させたんですよ。そして、で、次の日にあのちょっとカルテ読んでたら、救急人工透析入られて、で、カリウム元に戻してっていうふうに、あの利尿の先生の方からカルテ書いてあったんで、ちょっと読んで、うん、で、集中治療室に行ったら、意識パッとなされてて、どうし、覚えてるって聞いたら、君の顔だけ覚えてるって、救急の先生だよねって言われて、はい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 、覚えてる、君の顔しか覚えてないって、もう他は意識なかったから、はい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 、顔しか覚えてないって、患者さんの看護師さんの名前も忘れてるし、顔も覚えてないんだけど、うん、助けてくれてありがとうって言われました。それは素晴らしいですね。まあ、それだけすごく近くにいて、いろんなことをやってたっていうことですよね。時間を使って、うん、で、そうですね、まあ、そういうのをまあしっかり、まあ、覚え、そのまあおぼろげな意識の中で覚えてたっていうことですよね。うん、どれだけ言われたと、あ、やっててよかったな。まあ、そういう日々のなんかその、まあ、重症例だったりとか、診察する患者さんが、まあ、良くなってくるときに、まあ、自分がやってた仕事っていうのが、うん、すごく大事なことだったんだっていうことに気づくっていうことですね。そうですね。あとやっぱり老夫婦の方なんだ、だったんですけど、はいはい、おじいちゃんの方が脳がんちょっと見つけちゃって、はい、っていうか私が見つけちゃって、うんうん、それでおばあちゃんの方にこう、もうおじいちゃんの方はもう意識朦朧として、うんうん、言葉もあんまり出ない状況だったんだけど、おばあちゃんにこういう、はい、こういう形で脳がんのあれが見つかってるから、うん、他の病院に移転させるねって言った時に、本当にシンプルなこと言葉なんだけど、ありがとうって言われました、うん、もう多分あなたの顔を見ることもないと思うけど、はい、ありがとうって、そういう感謝される時嬉しいですね。やっててよかったなって。素晴らしいですね。なんか、はい、いい話。あとなんかこう重病人の患者さんがなんでこういう風になったのかっていうのを見つけた時に嬉しいですね。ああ、単純にその単純に、まあ、原因というか原因が分かった時に、うん、はい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 、それは面白いですね。確かに。そうですね、うん、そういう感じです。レイコさんは今後ももうずっとアメリカで働かれるんですか？そうですね、今の予定ではそうです。例えば日本で PA をとかっていう風になった時に、じゃあこ日本に来てちょっと教えるとか働くとか、そうだって日本は基本的にないじゃないですか、その PA のプログラムが。ね、だから誰かが教えなくちゃいけないとか、ね、誰かが指導しなくちゃいけないっていう時に、うん、そういうのの指導だったりとか、そういうので帰ったりとか、そういうことってのはあんまり考えてないですかね。もしそういう風になって、はいはい、お呼ばれ呼んでくれる先生がいたらいい。はいはい、そうなるといいなと僕は思いますけどね。誰かしら、まあ、その経験がある人が、まあ、少ないじゃない。そもそも日本人で PA をやってるアメリカでいる人ってもう数が知れてると思うんですよ。本当に、ね、10人いるのかいないのかって感じですよね。もうちょっといるのかな、分かんないですけど。いないと思います。いないと思いますか。そう、基本的にはアメリカの大学出てないとまず行かないですよね。そうですね。日本の大学出てからその PA の専門学校にドンと横入りで入ってくる人ほとんどいないと思います。いないですか。いないと思います。だからその時点でちょっと幅が狭まるというか、なかなか少ない感じになってくると思うので。あとそうですね、はい、日本からだとグリーンカード永住権持ってない限りスポンサー、病院がスポンサーしてくれるかどうかですよね。ああ、なるほど。ビザの関係 で、例えば J1 とか H1 とかだと、うん、まあ、出してくれないっていうパターンが出るわけですね。そうですね。めんどくさいですもんね、病院も、はい、うん。だから多分日本からすぐ来て、こっちから PA プログラムっていうのは無理だと思います。アメリカにいて、それこそ、まあ、グリーンカードとかを取った状態で来たときに、まあ、そういうのをやってみるかっていうふうにできるかもしれないということですね。そうですね。うん、なるほど。
わかりました。ありがとうございます。いろいろ PA の話が聞けて、とても面白かったです。放送見てる人も新しい職種なんで、非常に興味を持ったと思いますし、視聴者の人から質問とか来たら、こんな感じで動画でお話を聞かせていただくかもしれないですけど、その時はまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日のゲストはノール・レイコさんでした。ありがとうございます。どうも、ありがとうございました。はい、失礼します。はい。